エルンストフォン・レボイルパシューイツは、ドイツの天文学者、地球物理学者、地震学者。1889年に、感度の高い自己記録式水平不利口を使用して、温地地震を初めて記録したことで最も有名。地震観測所の国際的なネットワークを作ることを提案し、これは国際地震学協会の設立につながった。 1861年8月9日、フランクフルト、オーダーに生まれる。父が政府の役人として働いていたため頻繁に転校していた。レグニツァのナイトアカデミーに通い、ブローツワフとフランクフルト、オーダーの高校に通った。後にライプツヒで数学と天文学を学んだ。イングランドとアイルランドに行ったアトベルリンとジュネーブで、 兵役のため一年間の休暇を挟むが勉強を続けた。1883年、論文オンザ・ムーブメント・オブ・コメッツ・イン・リシスティング・アベレージにより、ベルリン大学で博士号を取得し天文台の助手となった。1884年以降健康上の問題を抱えていた。スイス、イタリア、テネリフェジまで治療したが一時的に回復しただけだった。 喉と胸の状態により講義をすることが難しく1891年から、多かれ少なかれベッドでの生活に制限され、夏の間だけ部屋を出ることができた。1895年10月1日に、メルゼブルクで34歳で結核により死去した。1885年、カール・スルーエ工科大学の助手として働いていた時、カール・フリードリッヒ・ツェルナーの振り子に興味を持った。 1886年、カールスルーへの天文台で天体の影響による、側沿線の振動を測定することを目的に、水平振り子の設置を始めた。しかし、その振り子は水平方向の加速度にも感度が高いように見えた。地面の運動を因果史に連続的に記録した最初の人物である。1886年から1895年の、 間に三つの振り子モデルを開発した。三つの製造業者と協力した。レボイルパシューツにより、ポツダムとビルヘルムスハーフェンで記録された振動記録振り子の一つをポツダムに二つ目の振り子を、北海近くのビルヘルムスハーフェンに設置した。振り子は想定される単位調積による地面の水平運動を測定するように設計された。1889年4月17日。 日本の東京近くで強い地震が起こった時に両方の景気の垂直軸で非常に強いフれを記録した。この衝撃が東京で記録されてから64分後にポツダムとビルヘルムスハーフェンの景気で乱れを観測した。これは地震波が地球内部を通ってその5000マイル以上の距離を1秒間に1マイル以上の平均速度で進んだことを意味している。 レボイルパシューイツは地球内部を通過した地震の振動を検出した最初の人物となった。局所的な地震の揺れはそれより前に数度記録されていたが遠く離れた地震の波が記録されたのはこれが初であった。強い地震が遠く離れた場所で記録できるという認識は地震学と地球内部の物理学の分野における現代の到来を後押しした。この観測は 地震学が地域的な科学から世界的な科学へと変化したことを示し、近代的な観測地震学の科学の先駆けとなった。地震学の分野における国際協力の必要性を認識し、1895年の国際地理学連合で水平不利子を備えた、均質なグローバル地震観測所ネットワークの設置を提案した。結果として、イギリス人のジョン・ミルンは、 イギリスの植民地で簡単に使用できる水平風力を備えた観測所のネットワークを確立した。同年に出版された彼の最後の出版物においてもグローバルな地震観測を収集するために国際的で中央集権的なツボネを設立することを主張した。ゲオルク・シーケガーランドは1895年にロンドンで開催された第6回国際地理会議で レボイル・パシューイツの考えを発表し、1901年にストラスブールで初の地震学国際会議を組織した。これが地震学における国際協力の始まりであり、2年後の国際地震学協会の設立につながった。エルンスト・フォン・レボイル・パシューイツメダルはドイツ地球物理学会から地球物理学における卓越した科学的成果に対して贈られる賞である。 これまでの受賞者には2017年のレフ・ビニック、2015年のランチョン・ワン、2008年のビンフリート・ハンカ、2007年のカール・ヒンズ、2004年のワルター・ゼット・アー・ヌがいる。ありがとうございます。